西山智香は、日本将棋連盟所属の女流騎士。伊藤博文七段門下。女流騎士番号は73。大阪府大阪狭山市出身。大阪学芸高等学校卒業。慶応義塾大学環境情報学部在学中。囲碁騎士の西山静香は姉。キャッチフレーズは、剛腕。父と姉の影響で将棋を始め、5歳の時から、将棋教室に通った。 子供の頃から男性と将棋を指すことが多かったという。中学2年の時に研修会の入会試験を受け、8連勝と高成績を上げたことで、奨励会入りを意識した。2009年、全国中学生選抜将棋選手権大会女子の部で優勝。2010年3月7日、中学2年で関西奨励会に入会。2011年5月、 里見かな女流三冠の奨励会一級編入試験の対局相手となり、4級であった西山は、高ちの手合いで敗れた。2014年1月、現行制度では、女性として2人目、最年少の18歳7ヶ月で初段に昇段。同年9月、女性として2人目、最年少の19歳2ヶ月で2段に昇段。二千十五年十二月、女性として二人目、 最年少の20歳5ヶ月で三段に昇段。三段リーグには第59回から参加している。三段リーグで勝ち越し及び時点の成績を上げたことのある史上唯一の女性である。なお、三段リーグ参加の同期に藤井聡太がおり、藤井は最終局に勝利して一気抜けでプロ入りを決めたが、その最終局の相手が西山であった。 奨励会で修行する一方で、女流棋戦にも参加し、2014年、第4期女流王座戦五番勝負で、タイトル戦に初登場したが、加藤桃子女王に3連敗して敗退。2018年5月24日、第11期前ナビ女子オープン五番勝負第4局で、加藤桃子女王に勝ち、3勝1敗でシリーズを制して、初タイトル、女王を獲得。 女流騎士ではない奨励会員の女流タイトル獲得は、加藤に続き二人目となる。2019年5月22日、第12期前ナビ女子オープン5番勝負第4局で、挑戦者の里見かな女流4冠に勝ち、3勝1敗で、シリーズを制して連覇。同年11月1日、第41期女流王将戦3番勝負第3局で、里見かな女流王将に勝ち、 2勝1敗でシリーズを制して女流王将を獲得し女流2冠となった。同年12月4日、第9期女流王座戦5番勝負第4局で、里見香奈女流王座に勝ち、3勝1敗でシリーズを制して女流王座を獲得し女流3冠となると同時に女流騎士ではない女性奨励会員が獲得可能な3つの女流タイトルを独占した。 2020年3月7日、第66回3段リーグ最終日を12勝4敗で迎え、女性初の4段商談の可能性を残していた。西山は最終日の2局を連勝して、最終成績を14勝4敗としたが、谷合、広敷、服部新一郎、西山の3名が14勝4敗で並び、前期の成績によって決まる順位の差により谷合と、 服部の2名が4段昇段、西山は辞典となって昇段を一した。4月1日、第34期竜王戦で、長谷部公平に勝利し女性で初めて6組ランキング戦ベスト4に入った。6月3日、第13期前ナビ女子オープン5番勝負第5局で、挑戦者の加藤桃子に勝ち、3勝2敗でシリーズを制して3連覇。7月30日、 第92期規制戦の一時予選決勝で、北島忠夫に勝利し、帰戦で女性で初めて一時予選を突破した。9月26日、前期三段リーグ戦で辞典を取ったことにより、順位1位で臨んだ、第67回奨励会三段リーグ戦だったが、終盤の8連敗が響き、7勝11敗に終わった。10月30日、 第42期霧島酒造杯女流王将戦、第3局で室谷由紀に勝利し、2勝1敗で防衛を果たした。12月14日、最終局までもつれ込んだ、第10期理工杯女流王座戦、第5局で挑戦者の里見香奈女流四冠を破り、3勝2敗で防衛を果たした。2021年1月の第92期ヒューリック杯規制戦に、 女流騎手枠で参加すると、騎士以外として及び女性として、初の一時予選突破を果たした。二次予選では、初戦の準決勝を勝利したものの、決勝で、屋敷信之球団に敗れ、本戦進出はならなかった。3月6日、第68回奨励会三段リーグ戦の最終戦を勝利で終えたものの、終盤の6連敗が響き、9勝9敗に終わった。 3月24日、第34期竜王戦6組ランキング戦で、小山霊王アに敗れ、ベスト4に入りはならなかった。4月1日、奨励会を大会。2021年4月1日、奨励会の年齢制限を前にして,奨して、奨励会を大会して、女流騎士に転校することを明らかにした。同日、女流騎士への資格申請書を連名に提出した。 奨励会三段であった西山は、奨励会規定、奨励会二級以上で、大会の場合は、大会時の段級くらいでそのまま、女流騎士の資格を得るにより、2021年4月1日付で、女流三段となった。6月1日、第14期前ナビ女子オープン五番勝負第五局で、挑戦者の伊藤才に勝ち、三勝二敗でシリーズを、制して4連覇。振り飛車党。 ご機嫌中飛車と見間飛車が得意戦法で、軽い裁き、力強い攻めを特徴とする。女中盤で不利になっても、終盤力で逆転勝ちする、怪力で知られる。感染記者の角正二は、女性とはとても思えない豪快な将棋を指す、と評する。鈴木大介によると、強かった頃の鈴木大介に似ていると将棋界で、評されている。 女流棋戦では持ち時間をほとんど使わない傾向であったが、2017年度に行われた第11期、マイナビ女子オープン本戦では、持ち時間をきっちり使う傾向に変化した。また、主にネット将棋の実践を重ねることで腕を磨いていた西山は、初タイトル、女王を獲得する前年の2017年から、男性騎士と研究会を行うようになり、 練習対局の後の感想戦で男性騎士から様々な指摘を受けることで将棋感が変わったという。初タイトル女王を獲得した第11期前ナビ女子オープン5番勝負の第2局で西山が指した加藤桃子女王に飛車をただで取らせると同時に馬を作らせる一手四五時計は将棋界に衝撃を与えた。田名子健吾は誰もが考えもしない。 教師と記した。大崎義雄は、常識を覆す一手と絶賛し、騎士たちの票を、下記のように伝える。振り飛車側が指した、ここに3年で最強の一手。鈴木大輔騎士が100人いて、思いつくのは3人。実際に指せる人は一人でしょう。某騎士、内話引用者が保管、商談規定は、将棋の段級を参照。色付きは現在在位。 他の女流騎士との比較は、棋戦女流タイトル、及び、将棋の女流タイトル在位者一覧を参照。日本将棋連盟プロフィール西山友かツイッター。ありがとうございます。